世界の貯金箱博物館とは、兵庫県天ヶ崎市にある博物館。天ヶ崎信用金庫の企業博物館であり、貯金箱をテーマとしている。天ヶ崎信用金庫職員が趣味で集めた貯金箱コレクションをもとに、1984年4月に設立された。2015年3月時点では、約1万3000点に及ぶ世界の貯金箱コレクションを有し、 その中から約2500点を常設展示している。貯金箱のコレクションとしては世界的に見て最大規模である。日本のみならず欧米など世界62カ国のものが含まれている。また、常設展示以外にもコレクションを活用してクリスマス関連の展示など特別展示を企画、実施している。来館者には縁起が良いとされる報酬の貯金箱のプレゼントがある。 ABCDF e 石田総久。貯金箱博物館。30周年風俗編戦。思い馳せ入場者30万人突破。天笠木信用金庫。毎日新聞。米山厚志。日清。貯金箱博物館。鉄人28号。ドラえもん。鉄腕アトム。昔懐かしレトロ貯金箱。大集合。毎日新聞。よろく。昭和の高度成長期。 金融機関は飽きそうように、毎日新聞、米山厚史、貯金箱店、クリスマス気分を、ニシンの博物館、150点特設展示、毎日新聞、ありがとうございます。